フォワードとバックスどちらが強いのかっていうのを検証しようかなと思ってる。そうだね。結構やばい。全然余裕じゃん。やばいやばい。きついっすよ。これで決まりますからね、バックスとフォワードどっちが強いか。結構バックス背負ってますね、今。皆さんこんにちは、藤井千佳です。今日はですね、パナソニックのジムで対決企画をやりたいと思うので、まず対決する人を、紹介したいと思います。小太郎さん、お願いします。こんにちは。パナソニックワイルドナイツの矢田部小太郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。いいっすか、俺で。いや、いいっす、いいっす、いいっす。いや、もうずっと出たいって言ってくださって。いや、まあ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 、似てますよ。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと自己紹介でいいですか。そうですね、パナソニックワイルドナイツの12年目になりました、矢田部小太郎です。ベテラン、いい。よろしくお願いします。お願いします。いやー、小太郎さんはサンウルブスも日本代表の経験もありますし、イエス、はい、もう素晴らしい選手の一人なんですけど、今日は、まあ、どんな対決するかっていうと、フォワードとバックス、まあなんかどちらかというとちょっとフォワードの方が強く見られがちなとこあるじゃないですか、ラグビーって。弱いよ、大丈夫。いやいや、大丈夫、大丈夫。そんなん言わないでください。弱いよ。いや、だからちょっと今回はフォワードとバックスどちらが強いのかっていうのをちょっとこの僕の YouTube で検証しようかなと思ってるんですよ。そうだね、いいことだと思うよ。いいことですか。いいことだと思うよ。ちょっとここではっきりちゃんとどっちが強いのかっていうのを。俺今午前中練習してたからね。そうか。まあ一応ハンデで言っとこうかな。ハンデはあると。結構もう顔もほてってるし。確かに傷多いですもんね。もうちょっと午前中練習してるから。はいはい、まあ、それもまあね、まあそれもそれも含めて、それも含めての対決で。でもまあ、もう試合なんでね、言い訳はできないということで。はい、まあ、種目はですね、まあ、ベタに、ベンチプレスと懸垂と最後に、あと腕立ての回数を競いたいと思います。ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、行きましょう。どうぞ。まず、先行後攻決めないといけないと思う。そそうだ、結構これ大事ですよ。大事だ、はい、大事だ。ちょっとテンパってます。テンパってるよ。結構ね、結構恥ずかしいよ。まあ頑張ります。お願いします。じゃあじゃんけんで、はい、行きましょう。最初はグー、先行、はい、じゃあ後攻で。そうそうだ。はい、じゃあ先行で、じゃあまず、じゃあコートこの違う、コートはとりあえずこれ、まずベンチプレスを、最初はベンチプレスを、50キロで、30秒で何回できるかっていうのをやっていきたいと思います。じゃあ、まず孝太郎さんのチャレンジです。いきます、よーい、スタート。2、3、4、5、6、7、8、9、10、いけんじゃない。30、あと8秒。あっ、 OK、 ストップ。結構やばくないですか。うわ、結構やばい。41回がいたな。41いきましたよね。30秒で小田さん41回。うわ、これはリードやな。いや、俺ね、めちゃペンチ苦手なんですよ。マジで。多分ね、これラグビー選手だから一番弱いと思う。いくよ。はい。よーい、スタート。あれ？画面消えたっすけど大丈夫ですか？あ、大丈夫。やばい、やばい。あー、32かな。32です。だから9差、今トータルでリードね。はい、小太郎さんちょっとリードで。やばいな。じゃあ次行きたいと思います。 OK、 次行こう。はい、いやー、胸熱いっすね。でも熱い。もう熱い、結構来てる。でもまあここでどれだけいけるかってことですね。次は、チンニングスで、この人今何キロですか。今ね、ちょっと
112が今だったり112? うん、20キロぐらい違うのか。そうなんだ、はい、そのハンデあるね。結構ハンデあるんで頑張りますよ、ね、はい、ということでじゃあ行きましょう、はい、ここもじゃんけんで最初はグッて、うわー、じゃあ先行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 マジで OK よーし、じゃあ行きます。よーい、スタート。これはいけそう。15秒。やばい。5、4、3、2、1、終了。え、何回ですか。15だったね、今。15。15です。やばい。15か。で、25ぐらい目指すのはダメってことですね、まず。よし、じゃあ25目指して、とりあえず頑張ります。OK? はい。よーし、スタート。やばい。やばい、やばい。10秒。全然余裕じゃん。きついっすよ。20秒。いや、5秒前。やばい。1、終了。22回ですね。あ、いい感じだね。いや、22回。いや、まだリードしてんじゃないの。結構きつい。このやばい、きついよ。3度もめっちゃきたい今。ちょっとここ張ってますもんね。最初よりでかくなってるかもしれない。でかくなってますね。じゃあとりあえず最後この状態で腕立てで勝負しましょう。 OK。 はい、ではラスト種目これで勝負が決まります。よっしゃ、頑張ろう。頑張りましょう。結構きついですね。いや、きついよ。さっきも言ったけど午前中やってるから。そうか、それも来てるよ今。そうか、そうか。この後プロテイン飲まなくて全然ダメだ。やってらんないよね。明日の練習に支障が出ますね。すいません。まあまあまあ、それなりに強くなってるからな。強くなってますね。そうそう、確かに成長できるから。はい、で最後は腕立てです。息上がってました。結構息上がってる。これね、あの撮影めちゃくちゃあのタイトでやってるんで、あ、これね、15分もかかってないんです。 今ここまで来るのに。だ、相当速いスパンでやってるんで、結構筋肉が肥大してますね。よし、じゃあ腕立てやりましょう。ルールはここに顎をつけないといけないっていう。はい、ラストダンク絶対勝つ。最初グッてこい。うわー、ここー、高校か。これは高校だ。オッケー、マジでいく。マジで勝つ。これね、これで決まりますからね。バックスとフォワードどっちが強いか。絶対バックスが強いって言わそう。もう結構バックス背負ってますね今。そうだよ。よーし、じゃあ行こう。いきます。よーい、スタート。いいよ。10秒。やばい、結構いってるしな。20秒。きつい。やばいやん、ごめんごめん。3、2、1、終了。41回。41いった。やばいって。41回。やばいって。やばい、やばいぞ。やばいもん、これ。やばいぞ。細いか。やばいぞ。これ多分翔平いたら細いって言われるだろうね。やばいって。やばい。ちょっと待って、これね、そうだな、ちょっと消毒だけしましょう。消毒だけしましょう。はい、一応消毒ね。こういうのはもう本当感染対策はしっかりやってるんで任せてください。一応今のところ39回以上で宝太郎さんの勝ち。フォワードの方が強いってなります。さあ、ということで世界中のフォワードを全部背負ってるから。背負ってますね。全部背負ってる。確かに。これ言われるからね、ずっと。確かに。この結果次第で、この結果次第で、孝太郎さんが今後海外に行っても、おい、
お前何負けてんだってありますからね。本当に。よし、意気込みちょっと最後言ってもらっていいですか。はい、意気込み、まあ、40目標で40目標で絶対勝つ。勝つにはあごつける。よし、絶対勝つ、あごつける。よしよし、よし、行きます。よーい、スタート。おー、ペースいい、ペースいい。ラスト10、ラスト10。さあ、うわー、結構来てるな、これ。やばい、終了。あ、さあ、どうですか。俺、数えてなかったっすよ。40いったべ。途中で飛んだよ。途中で飛んだ。多分飛ぶぐらい筋肉肥大してた、小太郎さん。飛んだ、マジ飛んだ。飛んだ。これ多分長州力か小太郎さんぐらい飛んだとか言うの。飛んだ、飛んだ、飛んだらちょっと編集で編集でね。でも多分ね、40いったと思う。40いった、40いった。あー、ということで、まあ検証結果、フォワードとバックスどっちが強いのか、フォワードの勝利です。ありがとうございました。うわー、ありがとうございました。戦ってんな。112。やっぱフォワードの方が強かったですね。良かったです。いや、そう言っていただけるとありがたいです。はい、本当に。いや、でもやっぱフォワードのやっぱこうワークレートがあるからこそバックスが外れるっていうのは確かなんです。これは確か、マジで。それはもうトライ取ってくれたらもう僕らは何でもいいんで。いや、もう本当にこういう人がいるからチームが成り立つんですよ。ありがとうございます。まあ、まあ、トップリーグも始まりましたけど、ね、始まったね。はい、まあ、ちょっとこう、なんていうんですか、孝太郎さんの意気込みとか、うん、最後言ってこう終わりたいと思うんで、うん、意気込み、はい、まあ、無事今開幕しまして、まあ、僕らパナソニックワイルドナイツはしっかり一戦一戦頑張って、まあ、最後に笑顔で終われるように頑張っていますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は対決企画ということで、矢田部孝太郎選手に来てもらいました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。では、さよなら。また。ありがとうございました。孝太郎さん、え、どうしますか。これちょっとオフショットですね、これ。いや、これあれが早い、テンポ。あ、今まあ懸垂が終わったところですけどね。本当に本当にやばいわ。まあ、まずこれ数字取れる、大丈夫。いけると思います、いけると思います。はい、よかった。それだけ心配だからさ、ぜひ皆さん見てもらいたいから、ちょっとグッドボタン欲しいですね、いっぱい。これ欲しいよ、これ。これそれ欲しいですね。これ欲しいよ。これでいいんだよ。それでいい、それでいい。これ欲しいよ。お願いしますね、皆さん。じゃあ頑張ろう。はい。